こんにちは、じゅんです。今回は太宰治さんの斜陽のあらすじの紹介と物語の解説をしたいと思います。どうかよろしくお願いします。太宰治さんのあの後期の代表作として世間に広く知られているこの作品ですが、わかりやすく解説いたしますので、ぜひ皆さん楽しんでください。それではまったり文学を読む。斜陽。物語の舞台は終戦直後です。貴族階級の家庭に生まれた和子という女性は優雅な暮らしをしていました。しかし戦争が終わって父親が亡くなってしまって貴族の立場というのが危うくなってしまいました。そして和子と母親は東京から伊豆に引っ越して暮らすことになります。そんな時に戦争で南国の島に行って行方不明になっていてもう戻らないかと思われていた和子の弟である直次が帰ってきました。しかし戦時中に麻薬中毒になっていた直次は家の金を持ち出して東京で小説家を目指して遊んでばかりいました。そして直次は東京に行って荒れ果てて何もせず遊びほうける、そんな日々を送っていました。伊豆での生活というのは順調に進んでいるように最初は思われていたんですけれども、徐々にそうはいかなくなっていくんですよね。今までは働かなくても暮らしていけるだけの十分なお金というのがあったんですけれども、貴族として衰退していたので自由に使えるお金というのが底をつき始めていたんですよね。そんな中和子は以前一晩だけ関係を持ってそれからずっと会わずにいた上原という男のことを考えました。上原という男は妻子持ちで弟の直次の知り合いでした。和子は借金でもう首が回らなくなっている直次、弟の直次に言われるがままにお金を用意して東京にいる上原という男を経由して直次を援助していたという経緯があります。そんなある日、母親の容態が急に悪くなりました。母親は結核でした。具合が悪い日が多くて、ほとんど母親は寝たきりの状態でした。そして当時、結核というのは不治の病と言われていて、和子は絶望するんですよね。今まではお金があれば何でも解決できていたんですけれども、今回ばかりはどうしようもありませんでした。死が近づいている母、荒れ果てている弟、没落していく中で、将来が不安になった和子は次第に上原という男にすがり始めます。そんな中とうとう母親が結核で亡くなってしまいました。耐えきれなくなった和子は上原の元に押しかけてその夜に二人で結ばれます。和子が上原の元から帰ってくると弟の直次が自殺をしているということを知りました。そして和子は上原の子供を妊娠したということにも気づきました。そして上原は和子から離れていきました。財産も家族も上原も失ってしまった和子。和子はシングルマザーとして子供を育てていくことを決心しました。和子は自分自身を奮い立たせて革命を起こしていくことを決意しました。不倫相手の子供を女手一つで育てるというのは、こう従来の古い道徳との戦いになるんです。和子は戦後の混沌とした世の中で革命精神を貫くことを改めて誓いました。おしまい。いかがだったでしょうか。こちらの斜陽という作品は1947年に太宰治さんによって刊行された物語です。この物語は当時ベストセラーになったんですよね。そして太宰治さんの故郷である青森県に
太宰治さんの記念館があるんですけれども、そこの名前が斜陽館と名付けられました。それほど太宰治さんの作品の中でも存在感を放っている、それが斜陽なんですよね。タイトルの斜陽という言葉なんですけども、言葉の意味としては西に傾いた太陽、夕日という意味なんですけど、まあかつて栄えていたものが時代の流れについていけず衰退してしまうという意味もありますよね。例えばこう斜陽産業とかも言ったりしますけれども、この意味で使われ出したのはこの太宰治さんのこの小説がきっかけとなります。主人公の和子が没落していく貴族の母親と、薬物中毒の直次、そして上原という破滅的に生きる男、その4人を通して新しい倫理観を模索しながらこう生きていく、そんな物語になっています。物語の最後でこう荒れ果てた生活を送って和子や母親のことを困らせていた弟の直次の遺書が途中で結構長いページ数挟まれているんですよね。直次が母親は姉のことを存在に扱って、そして最終的に破滅していった経緯や、こう自分自身が貴族であることの苦悩であったり思想であったり、今まで語られていなかった秘密というのがこの遺書の中で明かされているんですよね。物語の最後にあるこの長い遺書を読むと、なんで直次があのような振る舞いや言動をしていたのかということがわかるんですよね。また物語を通して直次というキャラクターに太宰治さん自身が反映されている、そんなことも感じられるんです。直次は小説家の真似をしたり小説家になろうとしたり、また辞めたくても辞められない麻薬に苦しめられていたり、さらにはこう直次というのは自分自身が貴族の出身であることをとても引け目に感じていたんですよね。小説家である点、薬物中毒である点、そして太宰治さんは青森にある大地主の家の出身なんですよね。お金持ちの出身なんです。これも直次と重なる部分ですよね。太宰治さんはこう登場人物に自分を重ねて斜陽という物語を執筆していました。和子は世間からこう冷ややかな目を向けられることになろうとも、こう不倫相手の子供を一人で育てていくということを物語の最後で決意します。和子はそれを革命と言って、それでいて和子は自分自身や上原、そして直次のことを道徳犠牲者だと語っているんです。この物語の中で言われている革命というのは、古くから受け継がれてきた道徳や常識を打破して自分で新しい価値観の生き方をしていくということだと思います。直次は上流階級という自分自身が貴族であることに嫌気をさして、酒や薬に手を出してこう自らとにかく下品になろうとしていたんです。そして下品になって民衆たちと交わろうとしていたんですよね。けれどもそれでもこう中途半端な自分自身に民衆たちに嫌な顔をされて、もうどうしようもなくなってしまって、ここら辺は遺書の中で書かれているんですけども、最終的に自殺という道を選んでしまったんです。また上原という人物も人生に絶望して酒に逃げている、そんな人間なんです。そして和子とその母親は時代の流れによって没落してしまう、そんな運命をたどっていきます。この戦後という時代背景を考慮すると、みんな道徳に反した生活生き方を送っていたんですよね。当時の価値観ではまだ彼らの生き方というのは認められないことが多かったんです。道徳というものが徐々に新しくなっていく革命の中で、時代に合った生き方ができていないということが犠牲者という名前の意味していることだと思います。上原との恋を経て和子は、人間は恋と革命のために生まれてきたのだと断言するようになりました。革命というと
世の中や政治を変えていくのだと考えてしまうんですけれども、しかしここで言う革命というのは、自分の生きる道を自分自身で見定めてこう切り開いていくこそが革命だということを学ぶんですよね。そして最後、実際に和子は革命を起こしました。こうでなければならないといった道徳であったり常識に縛られているうちは革命なんて絶対起こせませんし、起こすことができません。和子は敗戦後の日本で誰かに訴えられるわけでもなく、自分自身で静かに革命を起こすんですよね。物語の最後は絶望で終わってない、そういったところもこの物語の魅力だと思いました。太宰治さんの社用はネットの青空文庫でいつでも無料で読むことができます。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ皆さん読んでみてください。またこのチャンネルでは文学のあらすじや解説を動画にしています。チャンネル登録、高評価していただけたらとても喜びます。また皆さんいつもコメントありがとうございます。とても励みになっております。それではご清聴ありがとうございました。